さて、富士元気アカデミーの国際関係論入門講座、その第6講ということになります。この講ではですね、シーパワー、ランドパワーというような言葉を使いまして、ごく簡単に、地政学の入門的なお話になると思いますが、日本をシーパワー、海洋大国として捉えて、そこから日本の外交はどんなふうに見えるかという話を、簡単にしております。今日はその昔撮りましたフィルムにですね、映像にちょっと入門編で私が今この時点でのお話を付け加えておきたいと思います。さて、このですね、国際政治を見るときにこのシーパワー、海洋大国という略さ、海洋国家という略されますけども、ランドパワー、大陸国家という概念をですね、導入するだけでもだいぶいろんなものの見通しといいますかがよくなります。この地政学ということが言われますけどですね、地理政治学、地政学ということが言われますが、これは、いわゆる日本のアカデミズムではですね、ちゃんとした学問として受け取られているものではありません。もちろん欧米ではそういう学問が成立しておりますけれども、もともと地というのは地理的な条件と、国際政治、政治というものを絡めて考えていこうというのが大元の考えであります。これについては詳しく述べれば非常に深い学問ですし、またキリがない、わけでありますけれども、シーパワー、ランドパワーというその言葉、このことをちゃんと捕まえておくだけでもいろんなものの国際関係の見通しがだいぶ良くなりますよというお話なんですね。これについてはですね、少し詳しく勉強されたい方は私のこの世界地図の切り取り方という本がございます。公文社のペーパーバックスで出た本ですが、今は中古でしか手に入らないようですけれども、この本を見ていただけたらよろしいかと思いますし、それから今回の講義の中で第四次世界大戦論というのを私が展開しております。そのことについてはこの NHK 熱情事件と無制限戦争の時代、この本、これを読んでいただくとそこら辺のところは詳しく解説してございます。さて、このシーパワーというんですが、このパワーというのがもう大国という意味を持っているんですね。権力、パワーを持っている国という意味があって、それでシーパワーは海洋国家と訳されるし、ランドパワーは大陸国家というふうに訳されるわけでありますけれども、大陸国家は典型的なのはロシア、ソ連ですね。ソ連を滅びてまたロシアに戻りましたですけども、からチャイナ、シナもそうでしょう。中華人民共和国、略して私は中共と書いておきましたけど、あとドイツやフランス、これも典型的な大陸国家であります。戦前の日本ではですね、陸軍士官学校がありましたけど、その下に幼年学校というのがございました。で、幼年学校という、昔の旧制中学のレベルですね、で勉強するんでありますけど、この辺からも第二外国語っていうのはもう3つ、第二外国語というのは外国語が主な教育が3つしかありませんで、それはドイツ語と、ロシア語とフランス語なんですね。なぜならそれが当時のヨーロッパの陸軍大国であったからと、いうことなんで、あります。さて、シーパワー、海洋国家といいますと、今のアメリカもそうでしょうし、イギリスもそうですね、日本、インドも、これ、詳しく説明すれば、ちょっと議論になるとかもしれませんけど、インドも今の海洋国家と捉えて私は間違いないというふうに、思います。今後の発展の方向はますますインドもそうでありましょう。で、近代の初めにですね、ヨーロッパがバーッと世界を制覇するということがあって、大航海時代とかですね、マゼランや、それからコロンブスなんて名前出てきますけども、コロンブスが、アメリカ大陸に到達したのが1492年と言われております。それ以来の500年間というのは、ヨーロッパの国は世界中を支配していた時代と言ってもいいと思うんですが、地球上いろんなところ植民地に、いたしました。この時ですね、大体世界の主だった覇権国といいますか、トップになったのは、スペイン、ポルトガルにしてもですね、それからその後の、イギリスにしても今のアメリカにしても大体海洋国家、なわけなんですね。これに対して、ヨーロッパの中とか各地でも、大陸国家もそれなりに、それに、対立してですね、
こういうトップの覇権国に次ぐといいますか、それに対立するような覇権国家ではあり続けてきたんですが、近代の歴史を見るとこの海洋国家というものが世界のナンバーワンの覇権国であった時代がずっと続いてきたといっても、過言ではないと思います。それは海洋ということを通じてですね、植民主義を行い、帝国主義を行い、自分に有利なような経済システムを作ってきて、まあ、そのシーレーン、貿易体制を維持するために、通商体制を維持するために海軍というものがあると、まあ、こういう仕組みで、ありました。でこの中でですね、一つのテーマは今現代的な今のチャイナの脅威というものを我々感じているわけです。チャイナ、まあ、現代の悪の帝国と言っていいと思いますが、これが非常に独裁的な共産党の体制下の下でですね、どんどんその力を膨張させ拡張をしておると、まあ東アジアの国を中心に非常に大きなその、侵略の圧力のもとに、直接間接侵略ですね、両方ありますが、のもとに、まあ、苦しんでいるというのは現状だと思うんですけども、今のチャイナの動きというのは、まあ、大陸国家でありですね、陸軍大国であったチャイナがこれ海洋国家化しようとしております。そのために、海軍を作ろうとして、まあ、航空母艦をですね、試験運転させたりなんかして、アメリカに対抗するようなですね、航空母艦中心とする海洋機動部隊のものを作っていきたいというのが、これが今のチャイナの生き方であります。結論から言いますと、私はこれは必ず失敗すると思います。でこれはそのチャイナの経済力がたとえ続いたとしても失敗すると思います。というのはですね、この地政学というも的な視点から歴史見ていきますとね、海洋国家、大陸国家がですね、海洋国家になるってことはこれできないんですね。これを両方やるということは、ほぼ不可能であります。また海洋国家も大陸国家になったということはこれは、ありません。そういうことをよく踏まえておく必要があると思います。でこれに大失敗したのがですね、例えばかつてのドイツも失敗いたしましたし、ソ連も失敗をいたしました。まあ、ドイツなんかはですね、後発の、植民地帝国としてですね、まあ、イギリスなんかの後を追って、出かけていったんですけども、まあ、飛び飛びにですね、地球上に、アフリカのこことか太平洋の島とか、まあ、植民地は作りましたけども、それらを有効につないだ一つの植民地帝国、イギリスのようなものを作ることは、失敗いたしました。まあ、フランスも元来大陸国家なんですけど、随分イギリスの後を追っかけて世界中に植民地作りましたですけどもね、これもまあ2番手になってしまいまして、成功できなかったわけであります。だって、ソ連、ロシア、これがですね、海洋大国になりたいなという願望を抱きましたのは、1962年 の、 キューバミサイル危機なんですね。あの時にキューバを完全にアメリカにですね、海洋封鎖をされまして、手を出すことができなかった。いや、やっぱりその海軍、強い海軍がないと世界の覇権国としてはダメだと。アメリカに対抗して大海軍を作ろうということで、膨大な予算と努力をこれは投入したのでありますけれども、ついに成功いたしませんでした。そのうちも経済力もダメになって、まあ、ソ連邦はご存じのように解体していったわけであります。今その鉄を踏もうとしているのがチャイナですね。これは大陸国家、海洋国家ではなれないんだと、まあ、ある程度の海軍力を持つことができてもですね、まあ、ロシアだって、かつてのロシアは日露戦争にバルチック艦隊を送ってきたようにですね、これはある程度の、海軍というものも、持っておりました。しかし主力はやっぱりロシアの国力の中心に出したのは大陸国家であり、は陸軍であったわけですけども、ですからある程度の海軍力を持つことができてもですね、アメリカに対抗するような海洋国家としての、覇権を仕立てるってことは、これは不可能だと思います。大陸国家、海洋国家にこれならないんですね。でロシアはそれを、まあ、ソ連は大失敗をしたということがあるんですね。もしその海軍に投入する分のですね、エネルギーをもうちょっとですね、有効に使っていれば、ソ連という帝国がもう少し長持ちしたかもし、れません。そして今チャイナが全く私は同じような失敗を犯そうとしているのではないかなと思います。まあ、これは日本人とすればですね、まあ、せいぜいそちらに、悪の帝国チャイナのですね、力が浪費されるということを我々は望んでいるわけですが、まあ、それでも甘く見ることはできませんね。チャイナも、これはまあソ連ロシアの技術力を盗んだり借りたりしてやったことでありますけど、人工宇宙衛星をですね、打ち上げることもできるし、まあ、有人宇宙飛行もですね、できるような国家になりました。もちろん核兵器も早くから開発して持っております。まあ、甘く見ることは我々は油断しすぎてはいけないのでありますけれども、この海洋国家が、大陸国家が海洋国家になることはできないんだという教訓を彼らは全然学んでいないなと
いう感じがいたします。これは少し長くなりますが、明の時代ですね、チャイナのですね、明るいと書く明朝の時代ですね、帝和という、まあ、大、海洋冒険家といいますか将軍が出まして、これがもうインド洋もですね、遠くまでアフリカあたりまで中東まで行っております。ひょっとしてこの人は世界一周してたんじゃないかという説も、出ておりますけれども、それまでは分かりませんけれども、にもかかわらず、海洋植民地国家といいます帝国をイギリスやスペインのようにはチャイナ作ることができませんでした。帝和さんというのはこれはイスラム教徒だったんですね。でそのコネクションでいろんなところに行っております。まあ、イスラム商人が開発した航路というのがあったわけですからね。しかしそのテーマのもう活動はたった一代で終わってしまいまして、その後は全然つながっていきませんでした。こういったことからも我々一つの大きな教訓ということを学ぶことができると思います。それでは、以前に取りました内容ですけれども、レクチャーをぜひご覧ください。国際関係論入門ということでありますけれども、我々にとってやはり一番関心があるのは日本の国際関係、ということです。で、日本の国際関係外交がですね、近代において、どういう形で推移してきたかということをごくごく簡単にではありますけれども、聴覚的に、まとめてみたいと思うんですね。その時に、まあ、事実だけを並べ替えても面白くありませんので、まず日本という国はどういう国なんだと、まあ、いろんな捉え方がありますけれども、ここでですね、日本というのはシーパワーなんだと、シーパワージャパン、要するに海洋国家なんだと、島国と捉えるとですね、非常に小さな感じがいたしますね。島国、そうじゃなくて海洋を通じて世界につながっている国なんだ、海洋国家だ、日本は海洋国家日本という切り口でですね、日本の近世の外交史国際関係をごくさらっと振り返ってみたいと思うんです。その中で日本の成功と失敗ということも考えてみたいです。さて、元が攻めてくる元寇とかそういう時代のことはさておきまして、まあ、西洋との関係ということで、考えますと、まず戦国時代ですね、この時にですね、実は鉄砲が伝来したあたりの時代で、に日本は一回この、スペイン、ポルトガルとの出会いというのがあるわけですね。いわゆる南蛮文化との出会い、南蛮人との出会い、まあ、当時世界の大国がスペインとポルトガル、世界を二分しておりました。これが日本にも来てですね、ヨーロッパ文明が伝えられたわけです。で、よくある誤解はですね、歴史を考えるときに日本の外交国際関係を、幕末から始める、そう、日本が鎖国をしていたっていうとこから突然始まる。そしてもって外国のさまざまな列強が来て、日本は無理やり開国をさせられたということになるわけでありますけれども、忘れちゃいけないのはですね、第一次、まあ、近代西洋との遭遇ということを実は戦国時代に日本は一回やってるんですね。このスペイン、ポルトガルの文化が日本にやってきまして、まあ、鉄砲というようなものも入ってきたという時にですね、その西洋文化、このルネサンス、どんなことが起きたか、こういったことについてですね、我々は知っている、鉄砲、火薬、羅針盤、そういうものについてですね、我々のご先祖たちはそこで出会っているわけなんですね。でこれがですね、一つの下地になって、まあ、幕末明治維新に日本がサバイバルできる、その基礎を成したんじゃないかというふうに私は、思います。このそして面白いことにですね、日本の工業力というのは当時も大したもんでありまして、日本は種子島に鉄砲が伝わって以来ですね、たちまち100年を満たずしてですね、世界最大の小銃生産国になっているんですね。この鉄砲ですね、これに関しては非常に急速に日本国中に広まりまして、まあ、火縄銃の世界ですけれども、日本は世界一のその小銃生産国になった。じゃあ小銃は作ったけど何ができなかったかというと、大砲ができなかったんですね。大砲はこれは鉄で作りませんで、あれは錫で作ります。大砲というのはそれ、これは、銅に錫を入れることによって大砲というのは当時の大砲できてたんですね。日本では錫が取れませんでしたので、まず大砲ができ、大きな大砲がなかなか普及しませんでした。それから火薬ですね、火薬の元になる硝石が日本では取れませんでしたので、大砲というのは 大量の火薬を使います。
その硝石が手に入らなかった。それも当時市だから買ってたもんです。そうすると、まあ、小銃で使うですね程度の火薬でもかなりですね日本は苦労して、それを輸入しておりました。当時は市の山東省から輸入した硝石が一番多かったそうですけれども、それでも小銃はできたけども、その小銃の弾を飛ばす火薬の原材料の硝石は日本では手に入らなかったということ。ここら辺は日本人がよく現代の問題に至っても考えておくべきものだと思います。例えば原子力発電、原子力発電所を作る技術はあるんですけど、日本でウラン取れないんですね。結局ロシアから輸入しなければいけない、カザフスタンから輸入しなきゃいけない。非常に似てると思います。技術はあるんですけども、その一次産品、原材料がないというのが日本の決定的なですね弱点になっています。まあ、これは第一次戦国時代で、第一次西洋との出会いが終わった後、まあ、日本は鎖国に入るわけですけども、江戸時代。しかしこれもですねかなりよく考えた、まあ、国防策ではあったんですね。鎖国というと完全に国が閉じてしまったように我々思いがちですけども、そうでもない、ちゃんと、シナとは交易関係がある、朝鮮とも関係がある。でオランダには人たちは出島に住まわして国際情報はそこから取り入れる。吉宗の時代以降はですね、蛮書調べ書なんてあって西洋の科学的知識を取り入れるということをやっておりましたから、まあ、鎖国消極的ではあるんですけども、ちゃんと国防を考えてですね、やった政策であって、それなりに評価すべきところがある。徳川二百数十年の平和な時代というのはこれによって保たれたと、そこで日本の文化が大いに成熟したということは言えるでしょう。しかし残念ながら戦国時代は結構日本では大きな外洋戦ができてですね、タイのあたりですね、シャムとかそこら辺まで出かけていったと、日本人町もあったというわけでありますから、それをやっていればその時代に西洋と出会ったと思うんですけれども、それを引き上げてしまいましたので、大きな船外洋船を作るような技術もすっかり失われてしまいました。それは非常に残念なことだったと思います。まあ、それはともかくですね、まあ、文化が成熟な中で、まあ、幕末に日本はこれは自主的にではなく開国を強制されるわけです。ここで考えなければいけないのは、鎖国というのはなぜ鎖国ができたかってことですね。でなぜ幕末には開国せざるを得なかったのか、非常に単純なことでありまして、国防力が日本はついていけなかった。鎖国というのはですね、外国が開国しろと言ってきたらそれを打ち払うだけの国防力があって鎖国始めていいんですね。当時の日本にはそれだけの力があったわけです。つまり幕末になると軍事力の差がですねついてきちゃってて、西洋の国が日本に来た場合ですね、それを外国船打ち払い令を出してみても、打ち払うだけの軍事的実力がなくなったので、やむを得ずで徳川幕府とそれを回復せざるを得なかった。だから鎖国といえどもですね、国防力、軍事力がなくては鎖国ができないんですね。当時は軍事力があったから鎖国ができた、鎖国をするに足るだけの軍事力があったということでもあります。さて、まあ、それで、まあ、無理やり開国せざるを得なかったわけでありますけども、この日清戦争、日露戦争に日本が勝っていくんですが、大変な急速な近代化であります。この近代化ということで、鎖国時代の日本人、幕末からイメージ西洋に対する非常に大きなコンプレックスがありました。しかしこの日露戦争の1904年から5年ですね、1904年から5年です。明治37年8年日清戦争は1894年から5年です。明治の27年から8年です。日露戦争に勝った時は日本は世界の一等国、当時の言葉でいう一等国になります。いわゆる世界の列強の一つ、列強というのはパワーということでありますね、一つになりましたということなんですが、ということは西洋とのですね、時間的な差が幕末でどのぐらいあったのか、近代国家として近代科学技術文明の差がどのぐらいあったのかというと、当時の人は100年も200年もあったと、あるいは何百年もあったという人もいます。鎖国は250年ぐらいあったわけですけども、しかし私はこれはせいぜいですね30年から50年ぐらいの差だったんじゃないのかと。でなければですね37、8年で追いつけるわけがないんですね。いかに外国の技術を取り入れたにしろですね、江戸時代はそれなりに高い技術力もありました。そういったものが元になって、日本は非常に急速に近代化を成し遂げるわけでありますけれども、第一次的には西洋と出会っている。江戸時代にさまざまなですね数学からですねものづくりの技術というものが発達していた。それをもとにですね西洋の文明を取り入れましたので、明治37、8年には世界の一等国になり得たと
ということであります。私は幕末における西洋諸国との差はせいぜい50年ぐらいのものだったんじゃないかなというふうに思いますね。浦賀、下田にですね、ペリーの黒船が来まして、それが、大変な日本に衝撃を与えますけど、この船は鉄でできた船ではありませんで、木造船に黒いタオルを塗ってあったんで黒船と呼ばれてたわけですね。それほど大きな、これは勘違いして幕末のことを書いた本で、ペリーの黒船っていうのは鉄でできた船であるって書いてある間違った本があります。日本との差はそれほど大きなものではなかったんじゃないかなというふうに思います。さて、まあ、日清戦争に勝ち、日露戦争に勝って、まあ、大東亜戦争には負けるわけでありますけれども、ここにおいてですね、日本はなんで日清戦争、日露戦争を戦ったかといいますと、これ朝鮮半島なんですね。朝鮮半島の安全が失われてしまう。朝鮮半島が新帝国に取られたら、朝鮮半島から日本は済むんです。で、日本は侵略されてしまう。だから朝鮮を独立させなきゃいけないということでやったのが日清戦争です。清国は負けまして朝鮮の独立を認めたわけですね。で、日露戦争の時もロシアがどんどん南下してくると、これが朝鮮半島を全部ロシアが取ってからでは日本は抵抗できないということで、頑張りまして、やはり朝鮮半島がですね、日本の安全保障に大事だということで、それを事前に防ぐということで日露戦争に、至ります。ですから日露戦争に勝った後はですね、朝鮮併合ということなんですが、日本は朝鮮に独立して強い国になってほしかったけども、できないもんですから、これは他の列強に取られてしまうよりは日本が統治した方がいいという、まあ、苦渋の決断をすることになります。その日露戦争の時には日本はこの日英同盟によって日露戦争を勝ち抜くわけでありますけども、この日本というのはシーパワーであります。海洋国家でありますから、海洋によって周りを遮断されておりますから、あまり科学技術が発達しない時代においては非常に安全です。しかし朝鮮半島、すぐそばの半島を取られたら、これは日本の安全が侵されますということで一生懸命戦った。しかしこの大東亜戦争に入ってて日本が負けるときにですね、この原因になったのは何か、これはシナ大陸に日本が進出するんですね。だから海洋国家、シーパワーという国はですね、これはあまり大陸に深入りしてはいけないというのが世界の軍事史の常識ですね。ランドパワー、大陸国家であればいいんですよ。これは大陸で栄えるしかないんですから。ところが、例えばイギリスという国、これシーパワーの国です。イギリスは決してですね、ヨーロッパの内陸に進出しようとはしなかった。ヨーロッパで複数の国家が牽制し合ってイギリスに攻めてこないようにすればいいというのはイギリスの伝統的な外交政策ですね。ところが日本はあまりに深くですね、大陸の中 にコミットメントしすぎてしまった。例えばナポレオンがヨーロッパを統一する、ヨーロッパが一つになってしまったら次はイギリスが侵される、そういう時にはイギリスとはやむを得ず戦います。あるいはヒトラーが統一してしまう、そしたら次はイギリスに実際攻めてくる、そういう時はイギリスはやむを得ず戦いますけれども、ヨーロッパの中にですね、イギリスが深く攻め入ってそこをコントロールしようなんてことは考えてもみなかった、必要もなかったわけですね。海洋国家としてはそれは大陸国家同士を争わせておけばいいというのがイギリスの伝統的な外交政策でした。日本にそういう、日本は海洋国家なんである、だから大陸の中で一つあまり大きな勢力が来て朝鮮半島をね、支配したら次日本がやられる、そこまで日露戦争までは日本は自分の力を限定して考えていた。ところがそれ以降、シナ大陸が乱れてチャンスがあったんで進出したのはいいんですけど、あまりに深くコミットメントしすぎてしまって満州国を作る、そしてもってさらにシナ大陸の内部まで進出していこうとするということで、本来シーパワー、海洋国家である日本がですね、あたかも大陸国家、ランドパワーみたいな動きをしてしまったということはですね、私はこれは非常に大きな国力の浪費であったんじゃないかというふうに思います。ですから、まあ大東亜戦争、アジア解放はやりましたけども、日本は独立を失ってしまいました。そしてもって日米安保条約という形でアメリカに押さえつけられた、まあ、反独立国家のような形を取らされることになります。そして今日に至っているわけですね。そしてもって、まあ、日英同盟のイギリスというのも、そしてこの日米安保のアメリカというのも、まあ、スイーパーは海洋大国の国であります。まあ、こういうところと組むことによって相互間的に栄えてきたということです。世の中には日本とシナとの連携、同盟関係を言う人もおります。あるいはロシアとの関係を強めたらいいという人もおりますけれども、それは一つの知恵なんですけれども、
しかしシーパワー海洋国家である日本がですね、自由な貿易を前提として、そして、シーパワーである他の国、これ東南アジアの国もインドもそうです、そういう国と仲良くするのは海洋国家同士非常にですね折り合いがいいのでありますけれども、大陸国家とですね、海洋国家が同盟関係を結んでなかなかうまくいかないということ、これもまた世界の常識ですね。日本がドイツと同盟関係になっていって、大陸国家であるドイツと同盟関係になってみてもですね、これはお互いにですねあまりメリットはなかったんですね、はっきり言えば。しかし日英同盟はメリットがあったし、まあ、日米同盟もそれなりにメリットがあったわけであります。やっぱり自由な貿易・交易を海洋を通じて行っていくというところでは、お互いにですね自由貿易の体制、海洋を自由に保つ、そのための安全保障において協力する、海がですね自由な貿易ができるように、そのために、我々は安全保障において交易するというのが、これがイギリスの国防政策であり、まあ、日英同盟、日米同盟の、まあ、日米同盟と言えるかどうか分かりませんけども、国防政策がイコール日本の経済的な立国の基礎を成している。要するにシーレーンの防衛ができなければ、日本は海洋国家として栄えることはできません。一次産品の輸入もできないし、工業製品の輸出もできません。かといって、完全にですねシーレーンというのを自由に使える体制を守ればいいんですね。これはお互いの利益になることなんですね。ですからその意味で、まあ、日米関係、日英関係というのは、まあお互いに、相互補完性もあり、そしてもって、お互いに海洋大国としての、利害関係を共通するところがあったというふうに捉えることができるのではないかというふうに、思います。ですからこれからも、海洋国家日本というですね、アイデンティティを持ちますと、東南アジア、そして、台湾との関係も大事にしながら、まあ、自由なアジアですね、そしてもそれを基盤にしながら、大陸にあります、まあ、シナ、これはまあ独裁国家です、未だに、まあ、ロシアも非常に危ない国であります、こういうところを牽制していくというのが日本にとっていい生き方なんじゃないのかなと。あまりそこに深くコミットメントしてしまいますと、かって犯したようなですね、間違いを犯してまた国力を浪費することになるのではないかなというふうに思います。戦争についても、まあ、形態はどんどん変わっております。私は、第3次大戦は米ソ冷戦という形で終わったんだというふうに思います。これはアメリカが勝ったわけですね。しかしすでに第4次世界大戦が始まっているのではないかというふうにも思うわけです。これは文明国とテロ組織の戦いじゃないか、今までのようなですね、独立した国同士が国境線を争うようなですね、相手の国に攻めていくというような戦争ではなくして、世界の秩序を乱す国際的なテロ組織と文明国の間の戦いという形で、第4次世界大戦がすでに2001年の 9.11 以来その幕を切って落としたのではないかというふうに思います。戦争の形は全く第2次大戦とも第3次大戦とも違った形で、ね、行われているのではないかと思いますが、まあ、我々の国としてはその秩序を作る側、形成する側で責任ある外交政策を取り、その中で日本の経済の繁栄を考えていくべきであるというふうに思います。海洋国家日本、シーパワー日本ということの自覚が一貫してそこにあるべきだというふうに思います。第4次世界大戦という概念について、少し詳しく説明しておこうと思います。現代の国際関係を理解するのに、とても大事なキーコンセプトでありキーワードだと思っております。第4次世界大戦ということを言っているのは今私一人ではないかと思いますが、それはこういう意味です。第1次大戦、第2次大戦、まあ、ことについては皆さんご存知だと思うんですけれども、まあ、第1次大戦、世界大戦ですね、これはヨーロッパ諸国の間の戦いでありました。ヨーロッパ諸国間、まあ、強いて言えばヨーロッパの当時の、まあ帝国主義を世界に向かって、行っている国家の間、世界の進んだ国ですね。特にイギリス対ドイツの戦いというのが中心であったのが第一次世界大戦です。第一次世界大戦始まった理由とかいろいろありますけれども、ちょうどドイツのですね、国内総生産がイギリスの国内総生産を抜くぐらいの時に、まあ、英独関係というライバル関係があって、他のさまざまな要素によって触発されて起きたんですが、英独の対立ということ、ヨーロッパの先進国間の覇権争いということが一番大きな要素だったわけで、あります。
で第二次世界大戦とは何か、これある意味で第一次世界大戦と連続しているところがあるわけですけれども、これは強いて言いますとですね、進んだ国、資本主義が進んだ国、当時は帝国主義という政策をどの国も取っておりましたですけども、その中の先進帝国主義とそれから後進帝国主義の戦い、後進帝国主義というのは日本、ドイツ、イタリアですね、帝国主義政策を取ってきたけれども、その後ろからですねイギリスやフランスを追いかけていった国、アメリカ、イギリス、フランスのような先に世界に出かけていって、植民地も広げ豊かに暮らしている国、それに追いついていこうとした後進資本主義国、この間の戦いということがこの基本的な対立軸であったわけです。これにソ連が関わってくるんで話は複雑でありますけれども、それはサイドストーリーとして置いておきまして、やはり当時の言い方でありますと、モテる国とモテない国の戦いであるという言い方もありました。これはモテる国というのは植民地とかいっぱい持ってるそういう国と、後進資本主義であまり国際的な大きな利権といいますか、植民地を持っていない国の間の戦いであるということだったわけです。これはご存知のような結果に終わったわけですが、で第三次世界大戦というの、これはもう言うまでもなくですね、資本主義対共産主義の戦い、米ソを中心とする資本主義陣営と共産主義陣営の戦いということで、これも1991年にソ連邦が崩壊して最終的な決着がついた、資本主義、自由主義陣営の勝利ということに終わったわけであります。これが第三次冷戦、米ソ冷戦というのは、私は、これはその冷戦自体が国際秩序であり、同時にそれが第三次世界大戦であったというふうに思います。この時代の戦争というのは、朝鮮戦争やベトナム戦争のような直接戦火を米ソは交えませんでしたけど、限定戦争であり地域紛争であるという形で、戦われていたわけです。これが終わりました。2001年の 9.11 9月11日以降の世界というのは、私は第4次世界大戦というふうに捉えるべきだと思います。これは 9.11 が起きたすぐ後に私が打ち出したコンセプトです。これは今はですね、この文明秩序を守る側と、それに対する国際テロをやる側、国際テロをやる側というのは、これもはや国家ではないんですね。この前の第三次世界大戦までは、これは国家対国家です。国家連合対国家連合の戦いであった。しかし今度はこれ、目に見えない領土を持たない国際テロ組織というものと、文明秩序を保とうとする側の戦いであると。ですから当然戦争の形も違います。しかし大事なことは、対戦、戦争というものが、戦争というのは秩序の否定ではなくて、戦争自体が世界の対立軸を作って、対立軸がある家に戦争が生まれる。ですから戦争というのは一つの秩序であるってことなんですね。第一次大戦も第二次大戦も第三次大戦も、それが一つの秩序であったわけです。そしてまたそれが終わった後、その結果に基づいてオーダー、秩序というものは構成されたわけです。ですから第四次世界大戦というのも、それ自体が第四次世界大戦という国際秩序なんであるというふうに私は捉えます。戦争というのは秩序の否定ではなくて、戦争というものも形を変えた、秩序の実現なんですね。秩序というのはオーダーと英語で言いますけれども、ですからその意味において我々は第四次世界大戦のただ中にいる。そして第四次世界大戦という新しい秩序、国際秩序の中にいるということができると思います。国際関係の見方ということについて、講義してきました。根本的なことをですね、短い言葉でまとめてみたいと思います。国際関係を勉強するということは、我々は国益を追求して日本の国益を増大させるために勉強しているわけですね。そうするとこの国益の追求というものがあくまで大元になるわけです。これは安全保障であり、国の経済の繁栄ということであり、国益という言葉でまとめられます。ところが国際政治と、国際関係と国内の政治の違い、一番何かといったら、国内政治にははっきりした制度、秩序というものがすでにあるわけですね。法秩序というものがある。その中で自分の利益を求めて個人や企業を活動するということで、何の問題もないわけです。しかし国際関係にはですね、世界政府というものはありませんから、世界共通の法というものもありません。侵略して勝てばその国の利益になってしまうわけです。ですから非常に秩序というものが揺らいでいると言いますか、秩序が無定型、はっきりした形をとっていないわけですね。要するに無政府状態に近いわけなんです。その中で国益を追求していくということ、
もちろん国家というものは権力を持ってその権力を追求していくわけですけれども、そうするとその時代にはどういう対立軸があるのか。今第四次世界大戦論というものをお話ししました。でこれは戦争という形に必ずしもならなくてもですね、必ずその時代には主要な対立軸というものがあるわけですね。誰と誰が対立しているのか、どういうものとどういうものが対立しているのか、これは世界が押しなべて平和であるということはありえません。常に世界というものは混乱し対立しているということなんですね。そうするとこの対立軸というものが何と何が対立しているのかということを見抜くことであり、同時に国益の立場からどういう対立軸を作っていくのかということが大事になってきます。そしてそれがですね、結果として国際的な秩序という形で現れてくるわけなんですね。ですから、第二次大戦にしても第二次大戦がああいう形になってしまったというのは、それをああいう形にしよう、例えば持てる国と持てない国の戦いにしようというふうに戦争を仕掛けてきた側の勝利でもあるわけです。米ソ冷戦というのもですね、米ソの冷戦という秩序を作り出してきて、その秩序の中で自分の国益を守ろうとしてきたその人たちのその国家の勝利なわけです。アメリカにとっても冷戦というのは守るべき秩序であったと同時に、ソ連邦にとっても自分たちの衛星国家を従えて、そしてもって自分たちの国益を追求する一つの対立軸というものを意図的に構成して、それによって国際秩序ができていたということなんですよね。で日本は今後どういう対立軸を作り、これ日本だけが作るわけではありません。それぞれの国がみんな自分の国益を追求し、自分の権力を持ちながらどういう対立軸を作り、どういう秩序を作っていくのかという戦いなわけです。我々今までの日本人の見方はすでに秩序がある、それはどういうものかを研究しましょうということでありました。それはできてきた料理を、食べてみるということにすぎません。しかし我々はこれから厨房の中に入って、どういう材料を組み合わせてどういう料理を作るのか、どういうレシピを使ってその料理を作るのかという、その原点ですね、この秩序を作る現場に我々は入っていかない限り、本当の意味で国益をですね、確保することはできません。国益というものはすなわちどういう秩序を作るか、秩序作り、ルール作りに日本が世界の中で参加していかなければならないということが最も大事なところです。国際関係の勉強を通じてそこら辺の本質をぜひ見抜いていただきたいと思います。はい、今日の講義どんなふうにご覧いただけたでしょうか。さて、まあ、この世界地図の切り取り方という本ですが、これが、まあ、まさに私にとっては簡単な地政学入門的な本というふうになっております。特に、まあ、その全般の方がですね、本の、まあ、パート1といいますか、本の前半ぐらいがそういう形になって、おります。まあ簡単に言うと、その地図の見方みたいな切り口からですね入って、面白い本になったと思うんですけれども、で残念ながら今これ新刊本を入手することができなくなっているようですが、まあ、中古では入手できますので、ぜひ、よろしく、興味がもう少し勉強したいという方は見てください。例えばこんな地図が出ております。これ一瞬見てこれ何の地図か分かりますかってことなんですけども、私も初めてこの地図見たとき驚きましたですけども、これ世界地図なんですよね。世界地図を実は逆さにしたものであるということなんですね。でこうやって見ると、あれ一体どこの惑星の地図、どの世界のどの部分の地図なんだろう、これは、これが大陸であり海洋であるという、こんな世界どこにで見たことなんだろうと思いますけれども、なんてことはない。世界地図、今我々が見ている普通の地図を逆さにしたものだけであります。それから、まあ、イギリスは海洋国家でありますけれども、イギリスとヨーロッパ大陸の位置と日本と、これは、まあ、ユーラシア大陸の東シナ大陸との位置っていうのが、まあ、似てるよっていうことで、こんな地図を出しております。そうするとイギリスと日本というのは大陸に対する位置で非常にパラレルに考えることができるなと、まあ、イギリスの外交政策とか日本は学ぶことができるなという感じがいたしますよね。これだけだって日本地図は皆さん分かってらっしゃいますけど、この地図だけ見てる、これどこの地図ですか、どの国がこの写ってますかって言ったら、パッと分かる方はちょっと少ないと思うんですが、こんな風に地図をね、逆さにしたりで斜めにしたり、いろんなそんなことをしながらですね、その世界国際関係の基本について考えてみようというのがこの本で、まあ、編集長さんがですね、地図の切り取り方という面白いタイトルを
つけてくださいましたけれども、なかなか面白い本に仕上がりました。ちょっとこの本で修正しなきゃいけないところがあるんで、そのことを申し上げていきますと、123ページに15番目の地図がございます。これがですね、実はその今も話題になったの尖閣列島のあたりがどうやって抜けておりましてですね、台湾近くのあたり、まあ日本の、領海プラス、それからこれは、経済戦艦水域といいますか、経済的に、日本が、まあ、独占的に開発できる地域というものを入れると、結構日本は広い面積を地球の上で持ってるよと、この海洋資源の開発という点からも大事なんですが、どういうわけかこの、台湾に近いですね、尖閣のあたりのところがボコッと抜けておりますので、ここはこの付け加えなければいけません。これはまあ私の方の、ミスでできなかったことなんですけれども、このその訂正だけを最後に皆さんに申し上げておこうと思います。さて、次回につきましてですね、また来週の日曜日に、アップしたいと思いますので、ぜひご期待ください。